皆さんこんにちは。旅園チャンネルの旅園本人でございます。今回は小金町駅を紹介していきたいと思います。最初にお願いがございます。当チャンネルの YouTube チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、小金町駅の紹介に参ります。小金町駅は1930年に湘南電気鉄道によって開業された駅でございます。当時は起点の駅、始発駅でしたが、後に、1年後でしたかね、日の出町を経て横浜方面に接続し、京急電鉄、今の京急本線の横浜以北とつながりました。で、大東急の時代が経て、今、京急電鉄の一部となっております。京急電鉄、京急本線の駅として今も使われているという感じでございますね。で、小金町駅は普通列車のみが停車する駅でございます。他の種別であるウィング号、快特、特急、エアポート急行。多分もう動画の公開している時点ではエアポート急行から急行に変わってると思うんですが、急行はもう通過しでございます。日の出町と南太田の間にある駅でございまして、横浜市地下鉄の坂東橋駅も近くにあればあるって感じでございます。ちょっと離れてますけど。そんな感じでございます。では本編動画へどうぞ。動画のように6両編成、4両編成の止まる駅でございます。普通列車のみなんでね。そんぐらいでございますね。今、ホームの屋根の工事でしょうかね。しておりますね。昔、エアポート急行の前の世代の急行は、小金町駅を止まっておりましたが、今は通過駅でございます。ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。皆様に最後にお願いがございます。当チャンネル旅園のチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画はまだ未定でございます。今週はショート動画並びに YouTube の普通の動画の本数を増発しております。もしよければその動画もご視聴ください。本日の動画はここまででございます。ご視聴誠にありがとうございました。